このパンデミックはかつてないほど急速に広がっています。ボートたちが街中を歩き回り放火して、当局は今夜再び暴動の対策を。建物は燃え、人々はボートたちに被害者を中心とする火事は重要なのでしょう。都市全体に緊急事態が宣言する。 CDC はすでに国の中西部地域を隔離し、献身、誠実、品位、これこそがまさにアンブレラ社の基礎をなす根本的な価値観なのです。そしてこの基礎こそが我々人類にとってより明るい未来を作っていくのです。毎晩ひどくなってる。あと3日でこの町ともさよならできる。
はい。チュー、大丈夫か？ブラート、どうしたの？今すぐそこから逃げろ。何があったの？説明してる暇はない。そこから逃げろ、今すぐ。わかった、荷物を。大丈夫。
大丈夫か？あいつ何なの？さっぱりわからん。ただスターズの生き残り2人を消しにかかってるのは確かだ。君と俺はな、ここから逃げないと。街を見てみろ。ここにいたらもっとヤバい目に遭うぞ。いつの間にこんな状況に？それもわからん。だが悪いことっていうのは重なるもんだからな。結局アークレーと同じありさまだ。あなた名前は？
ここにいたら取り残されるわ。私はダリオロッソだ。助けるふりして俺からこの場所を奪うつもりなんだろ。他を渡れよ、嬢ちゃん。お嬢ちゃん。もう大丈夫だ。あなた誰？ここで何を？俺はカルロスだ。助けに来た。さて、まずは安全な場所へ。よし、もう大丈夫だ。だといいけど。この先に生存者を集めてる。この先って地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。大丈夫。過保護すぎか。そうか、分かったよ。よし、行こう。おい、マジかよ。どこのバカが閉めたんだ。悪いが別ルートで行く。あなた、あの怪物を知ってるの？いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う。明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか。
お断りよ、あなたに譲る。さて、ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。 アンブレラ、ちょっと冗談でしょ。あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ、何のことだ。別に信じなくてもいい、だがまずはシェルターに行こう。な、行こう、ここだ。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディー、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう、それで状況は。この町は完全に分断され孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ、我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。分かった、力になる。市民のためによ、あなたたちじゃない。それでいい、大事なのは市民だ。ありがとう、ジル。じゃあスーパーコップさん、追っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことだ。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ、そこにある。分かった。おい隊長、こりゃまたひどい傷だな。かすり傷だ、どうってことない。
今向かってる。で、作戦は？俺は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら、俺が変電所までナビゲートする。了解。急ぎましょう。この機械、何かをはめれば動きそうだけど、何をはめるんだろう。生存者はまだいる。早く地下鉄を動かさなきゃ。
カルロス、大通りに出た。変電所はどっち？鉄塔が見えるだろう。その辺りが変電所だ。右手の路地から迂回すれば行ける。路地？すごく燃えてるけど。そりゃまずい。でも君ならそのクールさで火の一つや二つ消せる。何よ。火を消さなきゃ。